次に本村信子君。本村君。日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まずワクチン接種の関係で質問をさせていただきたいというふうに思います。で、自治体の中でワクチン接種に関する部署の職員の皆さんが過労死ラインを超えて長時間労働になっているということが様々なニュースでも報道されております。で、例えば神奈川県庁ではワクチン接種の担当部署の半数以上の、職員の方が過労死ラインを超えて勤務をされていると。で、岐阜県の各務原市でもですね、長時間労働全国ニュースにもなりましたけれども、月140時間を超える超過勤務があるということで、本当に、ここの人の手当などは本当に喫緊の課題だというふうに思っております。またそのワクチン接種の担当部局に応援職員を派遣をしている、そういう部署もですね、結局一人の人に、負荷がかかりまして長時間労働などになっております。で、このワクチン接種に関する部署の職員も、あるいはワクチン接種の部署へ応援職員を出している部署の職員の方々も含めてですね、超過勤務のその残業代については国が財源を 100% 出すべきだというふうに考えますが、見解を伺いたいと思います。またワクチン接種の部署に人を増やすための財源、ワクチン接種の部署に応援職員を出している部署に人を配置するための財源、このことに関しても 100% 国が財源を保障するべきだというふうに考えますけれども、これは厚生労働大臣と総務大臣にご答弁いただきたいと思います。厚生労働省大坪大臣官房審議官。厚生労働省からご答弁申し上げます。今般のコロナのワクチン接種、先生ご指摘のように通常の予防接種、定期予防接種とは異なりまして、かなり大規模で、しかも長期間行うことも想定されます上に、接種の案内ですとか医療機関への協力依頼など細々とした作業が発生しておりまして、自治体の皆様方に大変なご尽力をいただいているところでございます。で、このため厚生労働省といたしましては、この医療従事者向けの接種が開始をされました2月の17日以降におきまして、勤務時間外にこのコロナのワクチンの接種体制確保事業に従事をされた職員のこの方の当該機関の超過勤務手当、これらもご支援申し上げられるような接種体制確保補助金、これを創設をいたしまして対象としているところでございます。またこれより前の段階であったといたしましても、組織の中にすでにこのワクチンの接種体制の部署専属の形で設けていらっしゃるような場合には、あそこの部署の職員の超過勤務についても補助金の対象とすると、2月の17日以前であっても対象とするということで柔軟な対応してきているところでございます。また一方で先生のご指摘になりましたその応援職員を出していた元の部局、ここの超過勤務手当につきましては、直接この補助金の対象とはならない、ワクチン接種の事務に従事したという要件にならないというところではございますが、それ以外にも厚生労働省では新型コロナそのウイルス感染症全般の補助金などもございますので、適宜自治体において活用いただければというふうに思っております。大臣、大臣手を挙げてます。委員長、大臣手を挙げて、はい、時間がないものですから申し訳ありません。じゃあまず、はい、じゃあ武田総務大臣。ワクチン接種の庁内体制の在り方につきましては、各地方団体において工夫をしていただいているところであり、ご指摘の応援職員を出した部署の補充の仕方などについては地域によってその内容も様々であると考えられております。これらにより地方団体から大きな財政負担が生じるというお話があった場合には、実情をよく伺い、その内容に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。本村君。大臣のご答弁玉虫色だなというふうに思うんですけれども先ほど厚生労働省 の方が
ご答弁いただきましたけれども、これは使えるというふうに、元派遣元の部署についても使えるんだというお話があったんですけれども、これは超過勤務も、そして、人を増やした場合も使えるという理解でよろしいでしょうか。厚生労働省大坪大臣官房審議官。お答え申し上げます。繰り返しになりますが、この厚労省で設けております接種体制補助金、ここにつきましては一義的にはワクチンの接種の事務に携わっている方への超過勤務ということになっております。それ以外のさまざまコロナ感染症に対する補助金等もございますので、そこは自治体の中で工夫していただければということでございます。本村君。はい、総務省から自治体に電話をしたり、大臣がメールをしたり、7月末までに高齢者は2回目接種終えるようにということで、急がせているわけです。そういう中で職員の方々にかなり の負荷がかかっているというふうに思いますの で、国が 100% 財源は保障するんだと、このワクチン接種については 100% 保障するんだとずっと答弁をしてきたわけですから、国がしっかりと派遣元の部署も含めて残業代と人の手当のその財源保障していただけるということでよろしいでしょうか。内藤理事財政局長。お答え申し上げます。先ほど大臣がご答弁させていただきましたとおり、応援職員を出した部署の補充の仕方は地方団体によってさまざまでございます。例えば一人の方が応援に出られたときに周りの人たちでカバーをするということもございますし、そこに応援した方が出したところにさらに別のところからこう来られるというようなケースもございまして、さまざま個別でございます。従いましてそういうお話がございました場合には、いずれよくお伺いをして、適切に対応してまいりたいと考えております。本村君。はい、ワクチン接種に関わってさまざまなところに影響が出ていると、その影響をした人件費ですとか超過勤務、これについては 100% 国が出していただきたいということを改めて強く求めたいと思います。で、法案の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、年金の支給がどん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 先送りする中で、生きていくためにその年金の支給の年齢まで働き続けなければ、生活ができないということで、今回の定年延長は当然の措置だというふうに思っております。で、今回国家公務員の定年の延長に合わせて地方公務員も、延長するということですけれども、国家公務員は、60歳を超える職員の給与月額は60歳前の7割水準に設定するというふうにされております。で、地方公務員も国家公務員と健康を失しないよう60歳を超えたことをもって給与は7割水準というふうに示されております。で、なぜそもそも7割なのかと、7割の根拠に疑問があるということで、内閣委員会でもですね、塩川議員が質問をしております。で、人事院が実施をいたしました職種別民間給与実態調査ではですね、定年延長をしている事業所のうち60歳時点で給与を減額している事業所だけの数字を取り出して、そこで比較をして60歳前の7割水準ということを言っております。で、結局7割という数字ありきで都合がいいものを取ってきたのではないかということも疑われるわけでございます。で、賃金構造基本統計調査のデータの推移を見てみますと、状況は変化をしているというふうに思います。企業の規模で100人以上の民間における、高齢層の従業員の給与の状況ですけれども、55歳から59歳と60歳から64歳を比べますと、2015年から2017年の3年の平均は 70.1% でした。これ7割だというふうに言えると思うんですけれども、2017年から2019年の3年間の平均は 76.2% というふうになっております。で、人事院の調査でも給与減額ありとした事業所のみで見てみましても、
60歳の前の年間の給与水準を100とした場合、2020年は課長級で 77%、 そして非管理職では 77.2% だということでございます。で、内閣委員会で人事院はですね、 70% を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに答弁をしておりますけれども、60歳前の給与の7割と 76%、 77% というのはお一人お一人にとったら月額で言いますと数万円違ってくるものですので、その7割に固執しないでですね、やはり同一労働同一賃金原則に基づいて、やっぱりしっかりと7割じゃなくて引き下げないで保障する、同じ仕事をしているのであればやっぱり同じ給与水準を確保していくということが必要だというふうに思いますけれども、ご答弁をお願いしたいと思います。人事院荻野事務総局給与局次長。国家公務員の給与につきましては、社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。定年引き上げ後の60歳を超える職員の給与水準につきましては、平成30年の意見の申し出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査および人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、60歳前の7割の水準となるように給与制度を設計することといたしたものでございます。直近の賃金構造基本統計調査および職種別民間給与実態調査の結果を踏まえましても、現時点で定年引き上げ後の60歳を超える職員の給与水準を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えでございます。60歳を超える職員の給与水準の引き下げにつきましては、当分の課の措置と位置づけておりまして、60歳前も含めた給与株のあり方等につきましては、民間企業の状況等や政府における人事評価制度の改善に向けた取り組みの状況も含む公務の状況等を踏まえながら引き続き検討していくこととしたいと考えております。ありがとうございます。本村君。はい、具体的にちょっとお示しをしたいんですけれども、ある自治体の平均的なケース、60歳でどのくらいの給与の水準になっているかということなんですけれども、行政職の給料表の3級の105級、このぐらいで大体退職をするというケースが多いというふうに伺っておりますけれども、そうしますと月額34万4800円だったものが60歳を超えると結局7割ということで24万1400円というふうになってまいります。で、これは税引き前の給与水準でございます。で、例えば地域手当がゼロの場合、そういう地域も多いわけです。で、超過勤務もないというふうに想定をいたしますと、60歳というのは本当に働き盛り の方々の、方々だと思うんですけれども、その方々の給与水準として低すぎると私は思うんですけれども、大臣ご見解をいただきたいと思います。山越理事行政局公務員部長。お答えいたします。議員ご指摘のケースが、どのようなデータに基づくのか承知しておらず、この点ご回答しかねますが、国家公務員において民間企業における公的雇用の給与水準を踏まえ、60歳を超える職員の給与を60歳前の7割水準に設定することを受けまして、地方公務員においても均衡の原則に基づき国家公務員と同様の取り扱いとすることとしております。定年引き上げに伴い、現行の再任用職員制度と比較しますと、期末勤勉手当の支給月数の改善とともに、扶養手当、住居手当等が支給されることなどによりまして、一般的には給与水準の改善が期待できると考えております。また国において60歳を超える職員の給与水準の引き下げは当分の間の措置と位置づけており、60歳前も含めた給与カーブのあり方などについては、民間企業の状況や公務の状況などを踏まえながら引き続き検討していくこととされておりまして、地方公共団体においても同様の取り扱いをすることが適当だと考えております。
本村君。はい、この総務委員会でも委員長や理事や委員の皆様方がいらっしゃるんですけれども、約4割は60歳を超えた方々でございます。で、そういう状況を見てみますと、皆様バリバリ仕事をやっておられるというふうに思うんですね。それなのに、まあ、7割削減で、まあ、平均的なケースだと24万円税引き前でということになりますから、ものすごくしっかりとした評価がされてないというふうに思います。で、全国労働組合総連合あるいは愛知県の、労働組合総連合の皆様が最低生計費を積み上げ方式で出してくださっております。集めたサンプルは2万人以上のサンプルでございます。で、まあ、これは単身の25歳の労働者のケースですけれども、健康で文化的な生活を送ろうと思ったら、だいたい月22万円から24万円必要なんだと。で、これは例えば飲み会でありましたら1回あたり3000円月1回だけと計算をしたりですとか、食費は1日1200円と計算をしたりですとか、家賃は4万5000円というふうに計算して、かなり厳しめの数字で積み上げたものですけれども、22万円から24万円最低生計費がかかるということをお示しをいただいているわけです。で、40年近く働いてですね、最低生計費ぐらいしか給与が保障されないと。で、もっと私は引き上げるべきだと、7割に引き下げないでおくべきだというふうに思います。で、60歳を超えたら給与水準が7割に減らされるというのは、これまでの職務給原則を壊してしまうのではないかというふうに思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。地方公務員の給与につ、つきましては、地方公務員法におきまして国家公務員と同様、職務と責任に応じて決定されることとされておりますが、いわゆる基本給であります給料について見ますと、同一の職務の給の中でも一定の幅が設けられ、具体的な水準は、所要権を考慮して決定することとされておりまして、同じ職務と責任を有する職員間でその差に、その額に差が生じることは予定されているところでございます。また、国家公務員の定期年引き上げ後において、60歳を超える職員の給与を60歳前の7割水準に設定する措置については、現行の俸給の決定方法を踏まえつつ、現時点の民間企業における法歴雇用の実情を考慮し、当分の間の措置として設定されたものでありまして、地方公務員の給与についても同様の考え方でございます。これらのことから、地方公務員の定年引き上げ後において60歳を超える職員の給与を60歳前の7割水準に設定する措置は職務給の原則に反するものではないと考えております。本村君。はい、同じ仕事をしていても60歳以降は7割に引き下がってしまうというのは本当に理不尽だというふうに思います。で、再任用の制度、今の再任用の制度が、まあ、かなり低いわけですから、それよりはいいふうになるというふうには思いますけれども、やはり経験やさまざまな知識、ちゃんとした評価をして、減額をするのはやめるべきだということを見直していただきたいということを重ねて申し上げたいというふうに思います。それで先ほど来、ご議論がございましたけれども、この定年延長に、当たって新規採用や中途採用や、就職氷河期世代や女性や障害者の正規採用、毎年行われなければならないというふうに、同時並行で行わなければならないというふうに思いますけれども、これは大臣ご見解をいただきたいと思います。武田総務大臣。地方公共団体が各分野において専門的な知見を継承し、安定的に行政サービスを提供するため、定年引き上げ期間中においても一定の新規採用を継続的に確保することが必要であると考えております。本村君。はい、で、この、ま、継続的に新規採用必要なんだと大臣はおっしゃっておりますけれども、そうでしたらその定年延長と、新規採用、これを両立するためには定員を増やすか、
あるいは60歳以上の方は定員から外すという運用、外してもいいよという運用をするか、まあ、どちらかでなければ両立できないというふうに思います。で、どちらかやってですね、新規採用、中途採用、氷河期世代、女性、障害者の雇用をもっと進めなければならないというふうに思いますけれども、総務省のご見解をいただきたいと思います。山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。大臣からご答弁申し上げましたとおり、定年引き上げ期間中においても一定の新規採用を継続的に確保することが必要であるということで、考えておるところでございますが、一方でその具体的な対応については地方公共団体がその実情に応じて、これから検討していただく必要があると思っています。定年引き上げに向けて今後地方公共団体において、職員の意向を確認しつつ、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を見据え、定年引き上げ期間中の一時的な調整のための転移措置も含めた、中長期的な視点での採用、退職管理のあり方をご検討いただく必要があると考えておりまして、総務省としてはまずその状況を把握してまいりたいというふうに思っております。本村君。はい、定年延長と新規採用を両立していくためには、そのための財源が必要でございます。国としても十分な財源措置していただきたいと思いますけれども、これも総務大臣、お願いしたいと思います。武田総務大臣。地方公共団体はさまざまな行政分野で、住民生活に身近な行政サービスを担っており、各分野において、専門的な知見を継承し、安定的に行政サービスを提供することが重要であります。そのため、定年引き上げ期間中においても、一定の新規採用を継続的に確保することが必要であり、各団体において一時的な調整のための定員措置が必要となるかどうかを含めて、適切にご検討いただくべきものと考えております。その上で、地方財政措置については、こうした地方公共団体の実態なども踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。本村君。はい、財源がしっかり示されないと新規採用ができないという会計年度任用職員の時もそうだったんですけれども、早く財源を示していただいて、安心して新規採用、学生の方々の仕事を確保すると、女性の仕事も確保する、障害者の皆さんの仕事を確保すると、氷河期世代の仕事を確保するという公的セクターのですね、役割を果たしていただくためにも、財源を早く示していただきたいということも申し上げたいと思います。で、60歳以上で同じ仕事ができるだろうかということも、例えば保育士の皆さんはじめですね、いろんな方からお声がございます。肉体的精神的家庭の事情などで不安を抱えている方もお見えになります。で、しかし年金は先送りですから、働き続けなければいけないと。で、人事上でですね、かなり本人のご意向をよく伺ってですね、配慮しなければならないというふうに思います。配慮した上で、そのいい事例を横展開していくということが必要だと思いますので、その点お答えをいただきたいと思いますのと、あと、その先ほど来ご議論がございました定年前の、高齢者の部分休業制度なんですけれども、条例化、今日資料を出させていただきましたけれども、もう本当に少ない自治体しかまだ条例ができていない、都道府県では24都道府県しかありませんし、7政令市しかありませんし、200ぐらいの市区町村しかないということで、この条例、進めていただきたいというふうに思いますけれども、ご答弁お願いしたいと思います。山越自治行政局公務員部長。お答えいたします。ご指摘のように地方公務員の業務の中には、加齢に伴う身体機能の低下等により、若年者層と同様の職務内容を高齢期の職員が遂行することが困難な業務や、変則的な勤務が多いなど、高齢期の職員にとって厳しい労働環境と考えられる業務もあると考えております。
こうした中、各地方公共団体におかれては、高齢期の職員が最大限活躍できるよう、配置上の工夫などの条件整備、職員の健康および福祉を考慮した勤務条件の確保など、各団体の実情と個々の職員の能力適性に応じ職務の設定や具体の人事配置を行っていくことになると考えております。総務省としては今後ともさまざまな先進的な取り組みや参考となる資料を情報提供してまいります。部分休業につきましてはご指摘のとおり地方公共団体での条例の制定状況は一部にとどまっているところでございます。今回定年引き上げに際しまして改めて制度の趣旨をお周知してまいりたいと考えております。終わります。安心して働き続けられるような整備に総務省としてもご尽力いただきたいということを申し述べ終わらせていただきます。ありがとうございました。